ハロー、いちご豆腐です。それでは、ファイナルファンタジー7続きからやっていきます。前回はですね、ミスリルマインを抜けて、ちょっと行ったところにあるコンドルが乗ってるマコールでなんかタワーディフェンスみたいなゲームをしました。で、タワーディフェンスのゲームはこれから何回かやる機会があるみたいなので、また物語が進んだらやっていこうかなと思います。で、ミスリルマインでセフィロスがジュノンの港にいるっていう情報を手に入れたので行ってみようと思います。で、ジュノンの港はね、ここから海岸沿いに北に行ったところらしいので、海岸沿いに北に、わーびっくりした行こうと思います。あ、なんかめちゃでっかいの出てきた。絶対いいの持ってる。盗めなかった。なんか欲しいなー。なんだ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 、あれ、なんか何も食らわなかったけど。魔法効くけど盗みたい。うーわー、めっちゃ攻撃、めっちゃ攻撃効くじゃん。あ、死んじゃった。よいしょ。ちょっとね、時間を計ってなかったからタイマー入れました。かわいい。何から盗もうかな。魔法、めっちゃ効く。マジ？よし。一回回復しておいた方がいいかな。あれ？誰がキャラ覚えてんだっけ？よし。もうちょっと来たかな。どれだろう。こっちかな。海岸沿いだからこれかな。え、港？これやばそう。これジュノンの港？なんだこの村は、やけに寂れているな。ちょっと待って、アンダージュノン、ジュノンの港なのか。おんや、珍しいね。シンラン以外の人間がこの村にやってくるなんてね。合ってんのかな、ここ。なんかアイテムないですか。この辺からアイテム取れるって知っちゃったんで。誰もいない。あ、ここの家もしかしてさっきのおばあさんの家？なんだろう、ここ。欲しい武器があったら買っていっておくれ。武器売ってないけど。嘘つきか？とりあえずいらないものを売っていこうかな。チタンバングル。よし、売りました。武器屋っぽいのに武器売ってなかったけど、よそ者には売ってくれないのかな。戦争中にシンラが上の町を作ってからゲホゲホ、魚もさっぱり取れんわ、海が汚れてしもうてな。ふう、あ、上と下があるの。上にはどうやって行くんだろう。一回外に出ないといけないのかな。ちょっと入れるところがいっぱいありそう。こんにちは。ここはどんなところだ。なんだね、あんたたちどこから来たんだい。ミッドガル、黒いマントの男を見なかったか。さあ、そんな人とんと見かけんね。なんか年寄りばっかりだね。なんでだろう、意味あるのかな。
税金が払えなくなったら下に落とされるみたいな、なんかないかな。あ、かわいいこのベッド。このベッドは若い人のベッドっぽいけど、どうなんだろう。もしかしたらかわいいおばあちゃんのベッドかも。なんもない。ありそうなのに。まだ来るの早かったかな。あ、神羅兵だ。なんか言われるかな。こんにちは。こや、神羅カンパニーのエレベーターだ。うろうろするな。入れない？ダメ？この下の階段に行ってみようかな。ねえ、イルカさん。え、イルカがいるの？あ、いた。え、モンスターじゃない？それ大丈夫？私の名前はね、プリシーラ。はい、行ってみて。あなたたち誰なの？もしかして神羅の人間？違うの、私たち神羅と無関係なのよ。まあ、無関係っていうか、敵っていうか、というわけなんだ。信用できないわ。ここから出て行って。え、ごめん。参ったな。まあ、クラウドのさ、え？あれを見て、クラウドの服さ、神羅っぽいもんね。あ！モンスターめっちゃでかい。イルカさんが危ない。イルカさんってか、うちら危ないって。何やってんの？え、何やってんの？おい、助けるぞ。強そう。めちゃでかい。大丈夫かな。間違えた、チェンジしちゃった。効率に下がっちゃった。ティーリアタック、そんな強くないな。相手に届かない。浮いてる敵には盗む使えないのかな。届いた敵もいたんだけど。ティーリアタック、バイオとか効く。召喚届くのかな。届かなそう。お、バイオ効いた。魔法を、ファイヤ、魔法を。これクラウドも通常攻撃もしかしたら届かない。凍らせてみよう。ファイヤ、お、いいじゃんいいじゃん。バイオ、ムーンストライク、フェアリス、リミットブレイク。めっちゃ攻撃してくるね。あ、待って、クラウドやばい。あ、でも次ね、エアリスのリミット先に入るかな。大丈夫かな。リミット、あ、死んだ。大丈夫かな？なんか包まれてるけど。割った方がいいのかな？割っとこっか。あ、なんかどんどん削れてる。 HP が窒息してる？隣を割っといて。え、ダメじゃん。なんでなんでなんで割れない。待って待って、敵をさっさと倒した方がいいかもしれない。ビッグウェーブ、やばい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 。死んじゃうクラウドが。え、あ、やばれた。よかった、相手に届かない。フリーザード、ちょっと一回回復しよう。クラウド、召喚届くのかな。一回やってみようかな。浮いてる敵に届くのかどうか試してみるか。わあ、サンバ効くのかな。わあ、また取り中コンベナレか。デブチョコボ、デブチョコボ、え、なんか違うの出た。あ、届かない時はそういう感じ変わるの、もしかして。待って、相手に与えた、あ、相手に魔法を与えるとクラウドの丸いやつ取れるんだ。
仕組みがよくわかんないけど。あ、死んだ。毒で死んだ。やった。バイオ聞いてよかった。なんか動物だったから。ジャッキー封印。動物っていうか生き物だから聞くかなって思って。まいったな、もしかして死んでしまったのか。生きてる？ペテシロン。あ、さっきの一番高いところのお家の人たちかな。ダメだわい、呼吸しとらん。人工呼吸したら、お、あれじゃ。若いの人工呼吸じゃ。人工呼吸って？クラウド早く。あ、いや、あの女の子だし。クラウドどうするの？なんだ、知らんのか。教えてやるか、こっちに来なさい。まあ、そんなことしてる場合じゃないよ。おじいさんやり方わかってるんだったらさ、やればよくない？プリシラに。仕方ない。とにかく息を大きく吸い込んで、限界までに息を止める。そしてその息を口移しするのじゃ。これミニゲームもしかして。早くするんじゃ。はぁ、待って。インサート。インサート、インサート。インサートでどれ？スタートボタンでいいの？あれ？あれ？スタートボタンか。死んじゃうプリシラが。スタートでいいんだよね。一回だけ押せってこと？あ、止めるのもっと早くしなきゃいけないってこと？あ、すいません、スタートボタンじゃなかった。三角だった。多分三角、ちょっと対応が分かんないけど、左のボタン。よし。え、これプリシラ死ぬ？もしかして私が下手くそだと。てか、息だけじゃなくてさ、なんか胸もさ、押した方がいいんじゃない？どうなの？早すぎた。よし。よかった、死ななくて。おほ、大丈夫かプリシラ。おじいさんの子供にしては若すぎるよね。孫かな。多分ここの家。すまんな、クラウド君。プレッシャーは少し休ませなくちゃいかんのじゃ。じゃあ入れてもらえないんだ。さっきの海のマップはあれで終わり？他にできることないのかな。やっぱ全体化のマテリアのレベルが上がったって書いてあったな。特に変化はないのかな。あとリミット技、ジャッキ封印。どういう技だろう。説明が。敵全体の魔法を封じてストップ。使いどころが難しそう。特にアイテムはなさそう。じゃあ上の町に行ってみようか。上がジュノンの港なのかな。行けないのかな、こっちに。止められそう。ダメだ。上の町は下からしか行けないのかな。
あ、歩いてない。こんにちは。ちょっとお入り。なんだろう、泊まらせてくれるの？話は聞いたよ。プリシラが世話になったね。なんかこの町にしては珍しい若い女の子だね。若いってか幼い女の子だね。あんたたちも疲れただろう。休むんならここを使っておくれ。ゆっくりしていっておくれ。休もっか。そうだな、一休みしよう。そういえば、またあんたか？あんた誰だ？そのうちわかるさ。それより5年前、ニブルヘイム？あの時ニブル山へ行った時、ティファがガイドだったよな。うん。ああ、驚いたな。でもそれ以外ティファはどこにいたんだろう。え？さあな。せっかく久しぶりに会えるチャンスだったのに。そうだな。どうして二人きりで会えなかったんだろう。え、ティファもなんか隠し事があるの？わからない、はっきり覚えてないから。なあ、ティファに聞いてみろよ。ああ、さあ起きろ。え、もしかしてティファいなかった？ガイドじゃなかった？ねえ、起きて。起きてったらクラウド。でもあれはティファじゃないとさ、ティファがさ、アバランチに入る理由がないよね。だってお父さんが殺されたから入ったんでしょ。ティファ、俺とセフィロスがニブルヘイムに行った時、ティファはどこにいた？あったでしょ。え、それ以外の時間だ。うん、5年前なのよ。覚えてないわ。ね、それより外の様子が変なの。早く来てクラウド。なんか音楽が流れてる。何？なんかマーチみたいな音楽が流れてるけど。ここ数十年耳に入ってくるのはシーナのことばかりなんじゃ。魚の話ばかりをしていた昔が懐かしいね。何の音楽？女の子が目を覚ましたらしいの。ね、なんだか様子が変でしょ。急に騒がしくなって。なんだか上の方が騒がしいな。この騒がしさはシンナと何か関係があるのかもな。え、上の町？何の音楽？とりあえず女の子に話を聞いてみようか。わあ、びっくりした。もう大丈夫なのか？あの、助けてくれてありがとう。シンナのやつらと間違っちゃってごめんね。構わないよ。お兄ちゃんにいいものあげる。海のお守りなのよ。大事にしてね。シヴァのマテリアを手に入れた。シヴァはあれでしょ、召喚獣でしょ。チョコボの不思議なダンジョン2に出てきたから知ってるよ。この音楽はなんだ、随分賑やかじゃねえか。これはシンナの新しい社長の歓迎式のリハーサルだと思う。ルーファウス、これは挨拶に行かなくちゃな。ここはね、じいちゃんばあちゃんが子供の頃にはとても綺麗な海岸だったって。でもシンナが上の町を作ってから日も当たらなくなったし、海も汚れちゃって。そんな話を聞いて育ったから、私シンナが憎らしくてしょうがないの。まだちっちゃいのに。ルーファースもここから海を越えるつもりなのかな。え、なんで海越えるの？もってどういうこと？私たちも越える用事あったっけ？あれ？それじゃあセフィロスはもう海を渡っちゃったってこと？クラウドよ、ルーファースにとどめを刺さなかったのか？うん、逃げちゃった。なんとかして上の町に行きてえな。柱でもよじ登るか？ダメダメ、柱の下は高圧電流が流れてるの。むやみに近づいたら危険よ。じゃあエレベーターしかないね。でもイルカさんの力を借りればなんとかなるかな。ちょっと来て。
圧電流の柱ね。こういうことはクラウドがうまくやってくれるのよね。そうね、あの子のことはクラウドに任せましょう。任せたぞクラウド。おいちょっと待てよ。何の話してんの。いやよね、そうよね。何の話。あ、ガールズトーク入れてもらえないやつだ。向こうにいるのはシンナの兵だな。ちょっとシンナの兵に話を聞いてこようかな。同じセリフ喋ったりして。あ、一緒だ。あ、おじいさんと会話してる。あれ、会話してない。シンナの新しい社長さんの顔を拝んでみたいぜ。え、拝んだじゃん、もう。何言ってんの。もう見たじゃん。こんにちは、プリシラちゃん。お兄ちゃん、ちょっと見ていて。ん？え、でも色金何ができるの？あ、見せてもらったぜ。イルカのジャンプすごいもんじゃねえか。すごいでしょ。このホイッスルを吹くとイルカさんがジャンプしてくれるの。はい、ホイッスルをお兄ちゃんにプレゼント。プレゼントってどうしろって言うんだ。海に入ってホイッスルを吹くとイルカさんが柱の上までジャンプさせてくれるわ。ホイッスルを吹いてイルカを呼ぶ。柱の上までジャンプだって。柱の上の方に棒が突き出てる。棒が突き出ているの。位置を合わせてジャンプすれば棒に乗って上の町まで登れるはずよ。一人で行くのかな。クラウド頑張れよ。お前がうまくやったら俺たちも行くからよ。おっと、それに PHS を預かっておいたぜ。濡れたら壊れちまうからな。イルカさんとジャンプしてみる。え、これ失敗したら底圧電流流れて死にそうだけど大丈夫なの。え、ダメだよねこれ。めっちゃ流れてるよね。なるほど。何のボタンを押して落ちるんだっけ。あ、これ位置も大事ってこと。え、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。わからない。何のボタンでどうするんだっけ。何のボタンで降りるの。あ、勝手に位置で勝手に乗ってくれるんだ。位置さえ合ってれば。お、乗れた。これで上に登っていくと。これがジュノンの港？なんか空母みたい？空母ではないのか。何ここ、あの乗り物にも乗れる時が来るのかな。なんかある。宝箱だ絶対。違った。ちょっと待って、上はもう何も用事ないかな。あ、上も気になるけど多分何もない。用事ない。いや、あっちちょっと気になる。何もないのかな。よいしょ。逃走、あれなんだろう、戦車？いけないや。じゃあ下に降りようか。よし。この辺は入れるところはなさそうだね。
ほえほ急げ急げ新社長歓迎歓迎。こらまだそんな格好しているのかこっちゃ来い。これ部屋に入らんか。着替えていいの？今日は新社長ルーファウス様をお迎えする大切な日だってのに。ほら着替えろ。わかりました。ちょっと待ってね、マイクがちょっとマイクの位置が。 OK 調整した。新郎兵の制服だ。え、ちょっと待って、着替えない？周りは新郎兵だらけだ。下手に逆らうような具は犯せないが、胸口叩くな、早せい。もうこれ着替えるしかない気がする。懐かしいな。胸口叩くな、ごめんなさい。新郎の制服か。初めて袖を通した時誇らしく思ったっけ。いつからだったか、こいつを着るのがたまらなく嫌になったのは。あ、個性がなくなった。おー似合っとるじゃないか。お前お迎えの仕方は覚えてるだろうな。忘れてたって顔だな。しょうがない、教えちゃる。自分と同じようにやるんだぞ。え、隊長、自分らが手伝うであります。見本であります。歌うであります。おう、見せてやれい。まずは行進歓迎パレードであります。では自分の歌声に合わせるであります。生殖に、あーあー、こりゃこりゃ。3、はい。え、はい、そのこれ覚えた方がいい？え？あ、わかった。はい、ルーファウス様到着です。準備完了です。さあ本番だ、失礼のないようにな。よし、じゃあ一旦ここで切ろうと思います。ご視聴ありがとうございました。